ターフェルバーグとは南アフリカ海軍の補給艦である。艦名はテーブルマウンテンのアフリカアンスゴコショーに由来する。本艦はデンマークの東アジア株式会社の発注によりナクス構造船所で建造されアノムと命名され1958年10月23日に竣工した。アノムは5年契約でブリティッシュペトロリアムにリースされた。 1965年、アノムは南アフリカ共和国の海運会社セーフマリンに買い取られ、ターフェルバーグと改名された。南アフリカに開港後は、ダーバン造船戦所にて整備と洋上補給用の装備を取り付ける改修を受けた後、1967年8月に南アフリカ海軍に収益した。1982年2月中旬、 ターフェルバーグは南アフリカ海軍のプレジデント級、フリゲート、プレジデント・クルーガー、プレジデント・プレトリアス、ダフネ級潜水艦、エミリー・ホブ・ホースと共に対戦戦演習を行っていた。2月18日午前4時頃、水上艦3隻は潜水艦の模擬攻撃に備えての回避行動をとった際、プレジデント・クルーガー側の相関ミスにより、 ターフェルバーグの進行コースと交差、プレジデント・クルーガーの左元胴体にターフェルバーグの艦首が突っ込む形で衝突した。衝突から約40分後にプレジデント・クルーガーはケープポイントの南西78海里沖に沈没。この事故によりプレジデント・クルーガーの乗員16名が死亡した。1983年から1984年にかけて ターフェルバーグは大規模な改修を受けた。環境と煙突部構造物の間にあった洋上補給用装備を撤去して中央艦板にヘリコプター艦板を追加したほか大型のヘリカクノコ2機が追加された。この改修によりピューマやオリックスを2級運用可能となった。またヘリコプター艦板の下部には海兵隊員300人分の宿泊設備や医療設備、 6隻のデルタ高速上陸用集停を釣り上げておくためのダビットが追加された。ただし、環境全部の甲板には洋上補給用設備が残されたため、補給艦としての機能は維持されていた。ターフェルバーグは老朽化が進んだこともあり1993年に退役した。後継艦としては1980年代にダーバンのサンドックアウストラルで建造された。 ドラケンスバーグと1993年にウクライナより購入した大手ニカが当てられた。ありがとうございます。